さて、続いては関与の基本類型と具体例というところのお話をします。また画面共有をさせていただきます。関与の基本類型というところを見てください。先ほども言いました通り、関与の基本類型は地方自治法の245条にそれぞれ定められています。で、原則ですね、自治事務に関しては4つの類型、法定受託事務に関しては7種類の類型の関与が認められています。で、自治事務においてはですね、努力義務を課すにとどまり、法的拘束力を持たない類型というのが基本類型です。例えば、助言、勧告であるとか、資料の提出の要求であるとか、協議といったものがこれです。で、努力義務を課すにとどまり、法的拘束力を持たないっていうのは、これは行政が一般の国民あるいは私人に対する関係で行うものとしては行政指導というのがありますが、この行政指導と非常によく似ています。で、法的拘束力を持たないっていうのは言い換えれば従わなくても違法にはならないということです。法的拘束力を持つということになると、これに従わなければ違法ということになって、何かしらのそのペナルティなり制裁なりが課されるということもあるのですが、法的拘束力を持たない場合は、従わなくても違法にはならないと、何の咎めもないということです。これに対して法的拘束力を持つ類型というのはですね、自治事務の場合、自治事務ということの特性から厳重な要件のもとに認められるにとどまります。地方自治法で認められているのは是正の要求だけです。これに対して法定受託事務の場合、努力義務を課すにとどまり法的拘束力を持たない類型としての助言勧告であるとか、資料の提出の要求、そして協議というのが定められているのは同じなのですが、法的拘束力を有する類型というのが一気に増えることになります。まあ、よくね、これをもって法定受託事務の場合は法的拘束力を有する類型がまあ基本類型であると説明されることもありますが、注意していただきたいのは、法定受託事務の場合であっても数の上で圧倒的に多いのは努力義務を課すにとどまり法的拘束力を持たない類型であるということなんです。だから数の上では助言勧告、資料の提出の要求や協議の方がはるかに多いですし、あと先ほど申し上げた一般法主義の原則からですね、努力義務を課すにとどまり法的拘束力を持たない類型で物事が解決するのならば、そこで収めるのが適切であると言われています。まあ、そうなんですが、法定受託事務の場合は、その特性上、法的拘束力を有する類型というのが数多く定められています。詳しくは後でお話をしますが、同意や許可、認可、承認、あるいは指示、まあ、是正の指示ということもあります。指示、そして代執行というものにあります。これらの具体的な例についてはこれから説明をしてまいります。それでは具体的に関与の具体例について見ていくことにしましょう。まず助言や勧告についてからお話をしてまいります。助言や勧告というのは、国の行政機関が地方公共団体に対して客観的に適当と認められる行為を促したり、その行為を行うに際して必要な事項を提示したりすることが、助言勧告であると呼ばれます。助言や勧告に従うか否かは相手方である地方公共団体の任意です。つまり助言勧告には法的拘束力がありません。この点で助言勧告は行政庁が、
私人に対して行う行政指導に似ています。行政実務では技術的助言であるとか通知などとして発せられることが多いです。この点、機関委任事務の時代には通達と呼ばれるものが盛んに発出されました。名前は通達と通知で似ているのですが、通達というのは上級行政機関が下級行政機関に対して内部的に発する命令のことであり、通知とは意味合いが全く異なります。一番違うのは、通達というのは内部的にせよ法的拘束力を持つので、これに従わない場合、下級行政機関は内部的にせよ組織法上違法ということになるのですが、通知の場合は、まあ、所詮はですね、アドバイスに過ぎないというふうに考えられますので、これに従わなくても違法にはならないということになります。ところで、助言と勧告、どのように違うのかという点については、勧告の場合は尊重義務が課せられるので、助言よりも勧告の方が強い効果を持つとされています。しかし、勧告に従わないということを、結果としてですね、勧告の内容に従わなかったとしても、それだけで違法になるわけではありません。尊重をしていれば、結果として勧告の内容に反する行為をしたとしても、違法ということにはならないわけです。尊重したかどうかは確かめようがありませんので、結局勧告に違反して違法になるということはまずないと思ってください。で、助言の例としてよく挙げられるのがですね、ちょっと督促ではあるんですが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、いわゆる地方教育行政法の第48条の1項2項がよく挙げられます。でこれは督促なので、割とですね、技術的なものに限らず内容的なものについてまで、助言をすることができるということなんですけれども、48条の2項で、全校の指導助言または援助を例示するとおおむね次の通りであるということで、なかなか面白いことが書いてあります。例えば1号で、学校その他の教育機関の設置及び管理並びに整備に関し指導及び助言を与えること。2号で、学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導、職業指導、教科書、その他の教材の取り扱い、その他学校運営に関し指導及び助言を与えること。3号で、学校における保健及び安全並びに学校給食に関し指導及び助言を与えること、といったような決まりがあります。まあ、これに応じてですね、やれ食中毒でどうだとか、コロナウイルスでどうだとか、いったようなことについて、盛んに指導が、助言が与えられています。あとはですね、有名なところでは学習指導要領なんて言ってね、教科の教える内容についても、盛んに指導や助言が出ております。さて、手続き的なルールについて言いますと、まず、地方自治法では245条の4に書いてあるのですけれども、それ以外にも247条というのが大事です。こんな規定です。国の行政機関または都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し助言勧告その他これらに類する行為を書面によらないで行った場合において、当該普通地方公共団体から当該助言等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならないという規定です。これはですね、助言や勧告の内容を、書面に証拠として残しておくことで、後から当事者間で、つまり国と地方公共団体の間で、言った言わないの争いになることを防ぐという趣旨であります。また247条の3項では、国と都道府県または都道府県の職員は、普通地方公共団体が国の行政機関
または都道府県の機関が行った助言等に従わなかったことを理由として不利益な取り扱いをしてはならないということを定めています。でこの規定というのはですね、実は6法で、皆さん行政手続き法を見てください。行政手続き法では2条の6号で行政指導について定義しています。行政指導とは、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するため、特定の者に一定の作為または不作為を求める指導勧告助言、その他の行為であって、処分に該当しないものを言うとされております。で、その上で、地方自治法の中ではですね、行政手続き法の中では32条以下で、例えばね、35条で1項、行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならないとか、2項で、今言った法令の条項などを示さなければならないと言っているほか、3項で行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から全2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならないと定められています。これもまたですね、当事者間で後から言った言わないの争いになることを防ぐ趣旨であると言われています。続きまして、32条、行政手続き法32条の2項で、行政指導に携わる者はその相手方が行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取り扱いをしてはならないということが定められています。このようにしてみますと、地方自治法の247条の助言や勧告に関する規律というのは、行政手続き法と極めて似ている、行政手続き法の行政指導の規定と極めてよく似ていることがわかるかと思います。行政指導では、行政庁、行政機関が指示に対して事実上の力関係の格差を背景に行政指導に従うよう強制してはならないとされたのですけれども、これと同じような規律が国と地方公共団体の間に及んでいるということの意味はよく考える必要があります。すなわち、国と地方公共団体との間でも事実上の力関係の格差を背景として、法的拘束力はないという建前でありながら、国が助言や勧告に従うように、事実上強制することが懸念されたというのが、こうした247条のような手続き的なルールが定められた背景に存在するものと考えられます。実際、いわゆる泉佐野市ふるさと納税指定除外事件において、最高裁の令和2年6月30日の判決はですね、それまで技術的助言としてふるさと納税については、返礼品の割合というのを、一定額以上、一定額以上、一定額以下、返礼品の額を一定額に抑えることですかね。一定額以下に抑えることであるとかですね、3割を抑え以下に抑えることであるとか、返礼品というのはあまり金券とかそういうものではなくて、地場産品とするようにということを、たびたび技術的助言として発してきたのですが、泉佐野市がそれに従わないで、Amazon のギフト券などですね、しかもかなり返礼品の割合を高く設定していたことがけしからんと、そういったような理由で、新しく地方税法で法的な指定制度が設けられたとき、
その指定制度から除外するという運用を行ったことについて、技術的助言というのはそもそも法的拘束力がないのだから、地方自治法の247条3項で助言に従わなかったことを理由として不利益な取り扱いをしてはならないとしたことに反するとしたことが注目されます。